はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、見てください。神奈川県相模原市緑区のですね、宮ヶ瀬ダムに来ております。すごい綺麗な、湖というかダムというかですね、素晴らしいとこですね。今日ですね、この宮ヶ瀬に来ている理由はですね、とあるアーティストさんが出展しているということで、お邪魔しました。で、その方はですね、地工房さんという方なんですけどね、ツイッターでフォローさせていただいてまして、石にですね、石っていう石ころの石ですね、石に金魚の絵とか鯉の絵とかそういうのを描いて、販売されているというアーティストの方はですね、非常に私それ拝見してですね、素晴らしいなというふうに思って、ぜひ自分の目でも拝見してみたいなというふうに思いましたので、ちょっとお邪魔してみたというような感じですね。まだもちろん YouTube とか出させてもらいたいなとも思うんですけど、ご本人にもお会いしてないですし、YouTube OK 出るかもわからないので、ちょっと聞いてみたいなというふうに思っております。それでは早速行きましょう。はい、無事にですね、石ころアート町工房さんの出店ブースにたどり着くことができましたので、初めてですね、本物を拝見させていただきました。先ほどもお伝えした通りですね、ツイッターで、本物を見て、見たいというふうに思ってきたということなんですけど、これ石ころアートっていうふうに書いてますけども、ご覧いただいてわかる通りに、トレイにもですね、なんか書いてらっしゃるみたいで、これはこれですごいなんかおしゃれでかっこいいですよね。なんか素敵な感じがしました。で、この、なんていうんですか、カブトムシの幼虫とかムカデみたいなやつとかも、すごいリアルで、かっこいいかどうかちょっと置いといて、好きな人は好きだろうなというふうに思いましたね。金魚の石とかもですね、こうやって見ていくと、かなり、おしゃれな感じがしました。これ一個一個見てると、やっぱり石の形に合わせて、おそらくなんかデザイン考えてらっしゃるんだろうなというふうに、ちょっと思いましたね。卵柱のこう、コロコロした感じとか、あと、玉サバとか水泡岩も、石の形に合わせて、描いてらっしゃるのがすごいわかりましたので、やっぱり、最初に石の形から、デザインやってるのかななんていうふうにも思いながらですね、直接ご本人に聞けばよかったんですけど、聞きはしなかったんですけど、はい、そんなふうに思いました。これもそうですよね。すごいなんかいいですよね。金魚のアートっていうので、素晴らしいなというふうに思いました。で、あと細長い石とかは、なんていうんですかね、長物を描いてらっしゃったりとかしてるので、どっちもありますよね。丸物もあったし、長物もあったし、こういう、ツノガエル的なね、ツノガエル的なっていうか、ツノガエルもあったし、で、こう、カエル、イモリ、ヤモリみたいなものもあるということで、金魚だけではないんですけどね。私が、金魚に引っかかって、お邪魔したっていうだけであって、いろんな絵は描いてらっしゃるんですけど、素敵ですね。で、当然というかですね、私も買ってしまいましたということで、2つ購入させていただきましたので、ぜひ見てみてもらいたいなと思うんですけど、1個目がこちらでございます。これはですね、長物のコメットですよね。ヒレが長いので、サラサ模様の、4段のコメットということで、これ柄が素敵ですよね。こういうの本物で飼育することはなかなかできないので、もう柄に惚れてですね、これは欲しいと、一匹石でも飼いたいということですね。で、続いてがこちらですね。これはヒゲが生えてるので、錦鯉の紅白かなと思うんですけど、もうデザインが石の中から出てきてるっていうのがもうすごいなんかかっこいいなというふうに思ったのと、勝手に意味合いをつけてですね、石頭のこう硬い殻を破って、今年は
柔らかいアイデアを出していくぞみたいなことをね、この石を持ちながら、仕事やっていこうかなみたいなことを思って、ちょっと一個持っとくかというふうに感じたのでね、買いました。まあなんか部屋にあっても全然なんか違和感がなくてかっこいいなというふうに思いましたね。はい、ということで今回はですね、町工房さんの石ころアートを見にですね行ってきたということなんですけど、これご覧になってですね、まあ行ってみたい見てみたいという方が直接宮ヶ瀬に行ってもですね、あの宮ヶ瀬はイベントブースなので、町工房さんいらっしゃいませんから、まあ、もしご興味がある方はですね、ツイッターの方から、日程とかをご確認いただいて行った方がいいかなと思います。はい、今回はそんな感じで、ではでは。